吉田拓郎の落葉。絞ったばかりの夕日の赤が水平線から漏れている。苫小牧発仙台行きフェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ。おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ、土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく。女や酒よりサイコロ好きで、すってんてんのあの地こそが正直者さ。この国と来たら欠けるものなどないさ。だからこうして漂うだけ、土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく。身を持ち崩しちまった男の話を聞かせてよ。サイコロ転がして土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく。返してみないと、出来がいいか悪いかは今の段階ではわからない。出来が良かったらアップしとこう。